アニュスデイを造下に刻んだ13世紀の彫刻、ルーブル美術館像。アニュスデイは、キリスト教の教義上の概念である神の子羊のことであり、これに結びついたカトリック教会の典礼における、教会ラテン語を用いたミサにおける参加の一つで、数多くの作曲家たちが作曲を手掛けており、通常はミサ曲の学章なり、学説の一つとされる。しかし、 時には独立した作品として作曲されることもあり、例えばサミュエル・バーバーのアニュスデイは彼が作曲した弦楽のためのアダージョを合唱曲に編曲したものである。アニュスデイは神の子羊の連統であり、先霊者ヨハネがイエスを指して述べた言葉、みよ、世の罪を取り除く神の子羊に基づいている。死者のためのミサにおいては、ごくの一部が差し替えられ、 ミゼレーレーノービス、我らを哀れみたまえが、ドニャアイスレクイエム、彼らに安息を与えたまえとなり、ドニャノービスパーチェム、我らに平安を与えたまえが、ドニャアイスレクイエムセンピターナム、彼らに永遠の安息を与えたまえとされる。シューベルト、ミサ曲と、蝶々、アニュスデイミサ曲の中の一部として知られる作品の例としては、以下のようなものがある。この他にも多数の作品があり、 おそらく何千曲とある、ミサ曲のほとんど全てがアニュスデーを含んでいるものと思われる。大衆文化の中でも作曲家たちはこのテキストを用いることがある。ありがとうございます。